こんにちは。私、東京共同住宅協会の相談をしております、小池と申します。本日は初めてのウェブセミナーということもあり、分かりにくい点もあるかもしれませんが、ぜひお付き合いの方をお願いいたします。本日のセミナータイトルは、老朽化物件の今後、入居者との関わり方、スムーズな交渉について30分にわたってご説明の方をさせていただきます。それではまず、日本の社会全体の問題として、高齢化社会とともにですね、物件も今高齢化しております。建物の老朽化に伴う競争力の低下、多額の修繕費、そして賃料の下落、最終的には入居者の質の悪化と負のスパイラルに陥ってしまいます。さらに最悪のケースでは、建物の倒壊、それに伴う損害賠償の請求など、取り返しのつかないことになってしまいます。そうならないためにどうしたらいいのか、そんなお話を本日はさせていただきたいと思っております。本来、賃貸物件には必ず寿命というものがあります。仮に永久的に使っていける駐車場、貸しであっても、さまざまな問題を抱えている方が多くいらっしゃいます。ここで重要になるのが、出口戦略と言われるものです。こちらにもありますように、老朽化物件があった際に、最終的に売却をなされるのか、それとも建て替えをされるのか、あるいは修繕をされるのか、そういった出口戦略をきちっと考えていただくと。ただ、この出口戦略を考えるときに、建物には必ず入居者というものがついておりますので、そこを考えなくてはいけません。では、賃貸物件には当然お家賃を支払っていただく入居者の方がいると思いますが、そこにはですね、大きな権利というものが付着してしまいます。お金をいただく代わりに賃貸をお貸ししているといった内容ですので、この入居者の方がずっといてしまうと、売却、建て替え、修繕のために時々問題が出てしまいます。そのために、こちらにも書いてありますように、誰がどの程度の時間をかけて、どのくらいの費用をかけて、この入居者にご移転をしていただくか。もし仮に入居者がそのまま居座ってしまいますと、売却価格が低くなってしまったり、建て替えができないといった大きな損失を被ってしまうことになってしまいます。そういった意味では、入居者の協力というのは必ず必要になってくるといったことをご理解ください。続いて、大家さんにぜひ知っていただきたい知識として、こちらに2つ挙げさせていただいております。1つ目は借地借家法というものと、もう1つは消費者契約法となります。よく個人でやられている大家さんがですね、自分も弱者だからというふうなお話をいただきますが、実際には貸している方というのは事業者であり、借りている方が消費者ということで、あくまで法律というのは消費者、弱者保護の観点からですね、そちら寄りになった法律になっております。こちらにも天秤があるように、明らかに賃借人を保護する法律となっているということは、よくご理解いただけるとよろしいかと思います。続いて、なぜ借り主に有利な法律になってしまったのでしょうか。これは借地借家法という歴史を紐解いていくと分かります。借地借家法、先ほどの通り、借り主を保護するための法律になっております。これはそれ以前の法律というのはですね、地主、家主さんの強い立場を利用して不利な条項を定めることが非常に多かったと。ただ当時はですね、戦時中ということもあって、住宅の居住権というものを守ってあげなくてはいけなかったわけですね。やはり家族を残して戦火に赴くことにとっては、やはりきちっとした家が守られるということが重要だったといった時代の背景があります。さらに、昭和27年に最高裁の判決で、立ち退きに関する正当事由の補完理由として、立ち退き料といったものが明記されたといったことが原因となっております。そういった意味でも、この借地借家法には歴史があるといったことをご理解ください。
ではなぜ借地借家法、法律上非常に強い権利になってしまったのでしょうか。こちらにつきましては大きく2つございます。1つ目は正当事由ですね。これは最もな理由ということで考えてみてください。こちらを貸主側、借主側、おのおの視点から見ていきましょう。まず、貸主さんがある最もな理由の一つ目として、自己利用というものがございます。それ以外に皆様が悩まれている家屋の老朽化、あとは土地の高度利用。これはマンションとか大きなビルが建っているエリアに、まあ、2階建ての木造の住宅があると、そういった時に考えられます。その中でこの立ち退き料の申し出というものが一つの理由にも当たっていると。それ以外に家屋の提供であったりがございます。続いて貸主側の理由から考えていきましょう。貸主としてはですね、もちろんご自宅というのは生活の基盤であるため、かなり大きな理由となってまいります。それ以外に実際どの程度お住まいになられたのか、家族の数、またはご自身の財産、いわゆる資力といったものも兼ね合いが出てきます。この2つをですね、天秤にかけていったときに、どちらの理由の方が重いかといったことになるんですけれども、実際に生活の基盤としてお住まいになられている飼い主の方が、当然権利としては強くなると思います。まあ、もともとですね、人に余裕があるからこそ人に貸したという意味では、最もな理由はなかなか言えないといったことをご理解いただけるとよろしいかと思います。続いて2つ目の大きな理由ですね。これは法定更新という制度がございます。皆様、2年に1回更新契約をされていらっしゃるかと思います。よく私どもの協会に更新を拒否すればですね、いいのではないかと。契約書の中にも6ヶ月前に更新拒絶の告知をしてくださいと書いてありますが、実際これは法律上することはできません。仮に公正証書で契約をなされたとしても、これはできないこととなっております。これはこちらにも書いてあるように、借地借家法の解釈では、あくまでも借主側が更新したいといった場合にはですね、更新は法律的上保護されているといったことをご理解いただけるとよろしいかと思います。こちらにもありますように、まあ、当初は契約を締結して、2年ごとに更新料をいただきながら更新をする。まあ、そろそろ建物が古くなったので返してほしいと言って、仮にこちらの方から退去してくださいとお話をしてもですね、仮に借主さんの方でお住まいになりたいといった場合は法律上保護されておりますので、そのまま住み続けることができると。ですので、よく昔の方々が一度貸したら帰ってこないよというふうに言われたのはこのせいでございます。さて、入居者は法律上守られていると。いったお話を今までさせていただきましたが、ここで重要になってくるのが入居者との関わり方です。仮にご利点をしていた場合はですね、お願いが必要になるといったことをよくご理解ください。やはりここにはですね、従前の信頼関係というものが非常に重要になってまいります。日々お住まいになっている方々からのクレームの対応であったり、修繕の義務、その他入居者がちょっとこうそぐわないようなことをした時の管理状況、そういったものをきちっとしていかないとですね、なかなかこういった時に、ご理解をいただけないと。まあ、こちらをご覧になられている方々の中でも、ご自身で管理をされている方、や、または管理会社を入れていらっしゃる方もいると思いますけれども、この日々の関係構築がこういった時に重要になってくるといったことをよくご理解ください。ただし、そんな良好な関係であっても必要なのが立ち退き料というものです。立ち退き料、先ほどのご説明の通り、正当事由を補完することのできるものではありますが、では、立ち退き料とはどんなものなのでしょうか。一つ目は、移転費用の補償。こちらは、引っ越し費用であったり、移転先の支払い費用ですね。仲介手数料であったり、保証金、礼金。様々なものがかかってまいります。それ以外に移転によって増額した賃料、
仮に4万円でお住まいだった場合に5万円変わってしまったと、この1万円の差額分をある程度保証していただかなくてはいけないと。今言うこの1番というのは実は最低限必要なものと言われております。それ以外に居住営業権の保証ですね、これは移転することによって不自由さ等が出てくると思いますので、その分の保証であったり、特に営業している店舗なんかですと、この設備の保証、休業保証をしていただかなくてはいけないと。で、店舗の場合はですね、この費用というのが膨大になることがあります。先日も私どもの協会にご相談いただいた方で、お家賃が10万程度でも、実際にご移転に関しては1500万円程度の立ち退き料を要求されたといったお話を伺いました。また、最後に3番目には利用権の保証ですね。これはあくまでも机上のお話になりますが、こういった借家、いわゆる借りてる権利というのがどの程度のものかといったものを表したものになります。つまり、先ほどの正当事由がきちっと整っているか整っていないかによって、この金額というのが変わっていきます。仮に立ち退きをさせる理由が万全の場合ですね。これは最低限の費用、先ほど言った1番の移転費用の保証のみで済みます。ただし、この正当事由というのがちょっと足りないといった場合には、先ほど言った最低限の費用と2つ目の居住権、営業権の保証といった費用がかかってまいります。さらにですね、立ち退かせる理由が全くない場合、こういった場合は、その営業権にプラスして、先ほど借家権の費用、をお支払いしなくてはいけません。この費用というのが場合によっては数億円という多額の立ち退き料になりますのでご注意ください。ですので皆さんご自身の物件を見ていただいたときに、仮にご移転をしていただくにあたってどの程度の費用がかかるかということはよくご認識いただくことが重要かと思います。さてそんな中でもですね、契約書を見るとよく下記の文言が書かれております。立ち退きの際には、その一切の金利の支払いを請求しないと。ただし、先ほど私の方で借地借家法というのは、借主を保護する法律ということをご説明させていただきましたが、実際にこれは裁判になった場合は無効となってしまいます。ですので、これを書いてとしても、弁護士等が入ってしまうと、この行為というのは無駄になってしまいます。ただ、これをじゃあ入れる必要がないのかといった、時には私どもはこれはあくまで任意のいわゆる借り主さんとの約束事という意味ではこの文言を入れておくべきだというふうに考えております。さて今までは立ち退き料の考え方についてお話をさせていただきましたが、実際の金額はどの程度になるか、こういったご質問をよく私どもの協会ではお受けしております。ただしこちらにも書いてあるように事実上の算定式というものはございません。今、仮に居住用として考えた場合はですね、最低限10ヶ月分を用意してくださいといったお話をさせていただいております。その項目として、こっちの転居の費用、これは先ほどのご説明のとおり、礼金であったり、敷金、仲介手数料といったものですね。それ以外に、家族、家財保障、お預かりしている敷金の返還、あとは、転居先の賃料の格差、最後に引っ越しの費用と、こういったものを最低やはり10ヶ月分程度ご負担するという覚悟は必要になってまいります。ただしですね、実際の交渉の際は10ヶ月から始めるわけではなくて、6ヶ月程度からお話を差し上げるといったケースが多いでしょう。次のページでは、ここでは立ち退き料が必要ないケースをご説明差し上げております。3つございまして、1つ目というのが使用貸借。この使用貸借というのは一般的には無償で貸していることを言います。よくあるのが親子間での貸し借りであったり、親戚同士の貸し借り、いわゆるお家賃をいただかずに住んでいただいていると。他にもですね、固定資産税の金額程度の貸し借りについては、この使用貸借に該当するというふうに言われております。続いて定期借家権ですね。
これは後ほど私の方から再度ご説明の方をさせていただきます。3番目としては、借家人に債務不履行、いわゆるルール違反がある場合です。先ほどのご説明の通り、賃貸借契約というのは借主さんがお金を払うことによって貸主さんが場所を提供するといったお話になりますので、この著しい滞納、いわゆるお家賃をお支払いいただけないといった場合には、あくまでもこれは実質的に退去していただくと。それ以外に使用目的の大幅変更、これは住居で貸したにもかかわらず店舗でが活用されていると。それ以外に無断転貸、つまりこれはまた貸しです。ただこの3つの項目を見ていただいたときにですね、3番目というのはあくまでも入居者側のこれはルール違反で、1番目についてはこうなかなかない、いわゆる使用貸借と言われてもですね、ただ実際こちらにつきましてもある程度費用がかかることが多くございます。そういう意味ではこの2番目である定期借家契約をきちっと結んでいただくということが大家さんの事前対策としてはかなり重要なポイントになってまいります。それでは次のページを見ていただきますと、ではなぜ立ち退きが揉めるのでしょうか。こちらに相関図を簡単に書かせていただいております。一つ目としては、先ほどの信頼関係である感情ですね。これはやはり今までの人間関係というのが大きく関わってまいります。それ以外に金銭、先ほどのご説明の通り多額の保証金をお支払いしなくてはいけません。場合によっては家賃の数年分に該当することもありますので、ここはやはり大家さんとしても非常に痛い部分ではございます。さらに物件、これはやはり今住んでいるものと同じような物件を探すというのはなかなか難しいといった状況がございます。で最後にですね、この属性、先ほどのご説明の通り建物も老朽化しているということは、いわゆる住んでいる方もある程度ご高齢になっていますので、どうしても次の移転先等が見つからないといったことがよくあります。でそれ以外にですね、今この図には大家さんのお気持ちであったり、まあ賃借人さん、借りてる側のお気持ちは書かれてますが、一般的に老朽化した物件につきましては家賃が儲からないといった大家さんの実情があるかと思います。それに対して入居者はこれだけ古いんだからお家賃もっと下げてもくれてもいいんじゃないかとか、さまざまな要望が出てきます。まあ、そういった意味ではですね、お互い直接お話をしていただいてもなかなか当事者同士ではお話がまとまらないといったことはご理解いただけるとよろしいかと思います。ここからは立ち退きのポイントについてご説明の方をさせていただきます。こちらにも書いてありますように、これだけはしていけないということがいくつか書かれております。まあ、ないとは思いますけど、早く出ていけ、こんなことですね、傲慢な態度を取ってしまうと入居者と揉める原因の一つとなってしまう。ここにも記載のあるように、賃貸借契約書の内容の通り、6ヶ月後の退去を申し入れた、一方的に伝えた、相手方の感情を理解せず言ってしまった、事務的に行った、立ち退き料を払うから立ち退いてほしいと、自分は知らなかった、しょうがない、また建築会社に勧めるがまま行った、あと仲介会社にお願いしたと。ここでのポイントはですね、やっぱ入居者の気持ちを考えましょうと。まあ、そもそも先ほど言ったように生活の基盤なわけですから、入居者側としては多大なる負担があるわけですね。逆にこちらから言えばですね、お願いといったことをまず認識することが重要になっています。特にですね、このポイントとして初動の動作というのは非常に重要です。丁寧すぎて越したことはない、そういうふうにご理解いただけるとよろしいかと思います。さらに重要なポイントとして、次のページ、誰が行うのかといった内容がございます。まず一つ目として、自分で行うと。で、ただですね、先ほどのお話の通り、感情的な部分になってしまったりとか、立ち退き料の金額等で揉めてしまうとですね、そこで、まあ、保留となってしまうことがあるので、ここは非常に注意していただくとよろしいかと思います。続いて、建築会社に。これは建築会社さんは建てるのはプロですが、なかなかですね、人をご移転させるというのは、不向きというものがありますので、ここはご注意ください。それ以外に不動産会社さん。
まあ、彼らはですね、入れることに関してはプロですが、出すことに関してはなかなかうまくできないといったお話があるのでご注意ください。であと一番いけないのがこの自称立ての違い。結構高圧的な態度を立って逆に関係がこじれてしまうということがあります。で6番目としてコンサルタント会社へのご依頼と。これもですね、やはり慣れてるか慣れてないか、そこはよくご確認していただけるかとよろしいと思います。で最後に弁護士の先生に依頼すると、まあ、これはですね、非常にいいのかもしれませんけれども、こちらが弁護士を立ててしまいますと相手方も弁護士を立てるといったことがよくありますので、そういった意味では当初は違った方にご依頼するといったことがよろしいかと思います。ここでのポイントとしてはですね、やっぱ相談相手をきちっと見つけること。まあ、例えば私ども協会にご相談いただいても OK ですけども、まあ、そういった意味ではそういったきちっとパートナーを入れておくと非常によろしいかと思います。続いて移転依頼への流れともご説明させていただきます。ここに1番から7番までの流れがありますが、ここでのポイントは2番の入居者挨拶回りですね。ここが非常にポイントとなっております。やはり初めて会った時にこちらの誠意伝わるかどうか、面談の時に非常に申し訳ないといったお気持ちを相手に表さないとですね、なかなか向こうも協力していただけないと。まあ、先ほどお話もありましたように初動の動作というのは一番重要なんですよということをまずご理解ください。続いて重要なポイントとしましては、やはりこの5番の明け渡しのですね、この際に必ず合意書というものをいただきます。で、合意書にはもちろん合意点数にあたっての費用であったりとか、いついつまでに退去してくださいといった文言が書いてあるんですけども、あくまでこの書類につきましては入居者のためにある書類だということをご認識いただくことが重要かと思います。で、続いてこの6番の移転先の手続きですね。先ほどのご説明の通り、どうしても高齢者の方なんかですと次の移転先が見つからないといった事態もありますので、ここは大きなポイントになります。で、こちらにも書いてありますように、立ち退きの期間をまず余裕を持ってと。やはり短期間になればなるほどですね、立ち退き料というのはアップしますし、ただ実際の交渉については短期間でと。これはどういったことかと言いますと、長期化になってきますとどうしても第三者、いわゆる部外者ですね、が入ってくる可能性があります。やはり第三者の方というのは結構好き勝手なことをおっしゃいますので、そこはやっぱり注意して短期間で交渉を終わらせていくと、これが対策となってまいります。そこで先ほどのお話の通り、立ち退き料を済まずに済むにはどうしたらいいかと。これがまあ事前の対策である定期借家権ですね。先ほどのお話の通り、借地借家法では法定更新といって、賃借人が望めばいくらでも更新できてしまうといった制度がありましたが、この定期借家権につきましてはそういった制度はございません。あくまでも期間の満了をもって契約は終了すると。ただし3つの義務がございまして、こちらに書面による契約の義務、定期建物賃貸借である事項の説明義務、あとは1年前から6ヶ月前の書面による通知が必要になっております。ここでの最大のポイントは、平成12年3月1日以前の契約の切り替えはできないといったところですね。あと、やはり一方的にできるわけではなくて、あくまでそれ以降であっても合意がないと基本的にこの切り替えはできないということをご理解ください。ここで一つポイントがありまして、定期借家権、これは皆様もご存知だと思いますが、意外とですね、仲介の会社さんでもここに協力的でない会社さんもいますので、まあ、そういった時は私どもにご相談いただけるとよろしいかと思います。で、続いて参考事例ということで、ここでご説明の方をさせていただきます。まあ、こちらはですね、賃貸アパートで 1K10 世帯、まあ、築50年の代々木上原の物件なんですけれども、まあ、大家さんとしては、まあ、いくつかの計画を立てましたと。まあ、A 案は何もせず、5年間放置してですね、まあ、自然退去を促して最終的に残ったものに立ち退き料を払うと。B 案、これは今すぐ立ち退きをしましょうと。その代わり、まあ、スムーズに行く方もいれば、まあ、ある程度引っ越し代で済む人もいる。まあ、逆に揉めてしまって、ある程度費用を払う方もいると。一旦が B 案です。C 案というのは、ある程度計画的に、この定期借家に切り替えていただいて、数年後に
まあ、4件残っていたので、その方々に立ち退き料をお支払いしましょうと。ここだけ見るとですね、立ち退き料が一番低いのは A であり、続いて定期借家に切り替える C ですね。最後に B となります。ただし、これが本当にいいのでしょうか。それが次のページです。実際は、これ見ていただきたいのは、計画までの年数であったり、建て替えまでの収入であったり、立ち退きの費用、さらに建て替えた後の新規賃料の兼ね合いがあります。例えば A の場合はですね、この5年間空室になったところにつきましては家賃が入ってこないわけですね。続いて B に関しては仮に今の家賃と建て替えた後の家賃の差が非常に大きい場合は早めに行った方がいいといったこともあるかと思います。ただし一般的にはこの C ということで定借に切り替えていただくと。そういう意味ではやはり期間としては5年から10年程度かかるといったことをご理解いただけると嬉しいと思います。つまり、築40年を超えたら、ある程度、こういった計画を考えていくといったことが重要となります。さて、今まで老朽化物件の立ち退きに関するお話をさせていただきましたが、賃貸経営においては、様々なリスクがあります。一つ目としては人的リスク。特に今回、コロナの中では、この騒音のトラブルが非常に大きくございました。それ以外に、建物のリスク。今お話をした老朽化。あとは、民法改正に伴って修繕費等の問題も出てきております。で、3番目としてはお金のリスクですね。今回のコロナにあたっては賃貸の住居に関しては大きな影響はありませんでしたが、実際テナントビルをお持ちのオーナーさんとしてはかなり多大な影響が出ております。この1、2、3を仮に放置してしまいますと、この4番目、次世代のリスクというものが発生してまいります。将来的にはどなたかがこの負担をしていただかなくてはいけないと。そういった意味では、今ここから計画をきちっと立てていくといったことが重要かと思います。最後に、賃貸経営をされている皆様にご質問がございます。今、あなたがお持ちの賃貸物件ですね。これを最終的にどうなされますかと。冒頭お話しさせていただきましたように、まずは売る。で、組み替える。または建て替えをする、あるいは修繕をすると。この下にですね、まあ、健康診断と書かれておりますが、実は先日私も健康診断を行いました。やはり私なんか、人なんかですと1年に1回体の調子等を見ますが、皆さんの建物につきましては、こういった建物診断を行っているでしょうか。やはりあと何年使えるのか、そういったものをですね、今のうちから考えて、あとはそこから逆算して計画的に行っていくといったことが必要になってくるかと思います。今、私ども東京共同住宅協会では、こういった建物診断を行っておりますので、ぜひ見ていただきたいといった方がいらっしゃいましたら、ご連絡の方お待ちしております。今回は、老朽化物件の入居者との関わり方、スムーズな交渉についてお話をさせていただきましたが、それでも、ご移転の交渉は嫌なものです。そんな方へ心得10か条をご用意させていただきました。1つ目、良き相談者を抱えておく。2つ目、感情的にならない。3つ目、立ち退き交渉の目的を明確に。4つ目、予想される立ち退き料の予算は多めに見ておく。5つ目、権利調整上の問題は次世代に残さない。次のページです。6つ目、裁判を恐れるな。7つ目、交渉相手をよく知ること。8つ目、交渉記録は必ず残しておくこと。9つ目、時間を惜しまないこと。で、最後に、10個目ですね。精神的に落ち込まないよう心がけることと。健康第一です。立ち退き交渉は精神的には非常につらい交渉です。うまくいかないのが当たり前と、うまくいったら儲け者のぐらいの気持ちで臨むといいかもしれません。これで私の初めてのウェブセミナーは終了ですが、ぜひこのセミナーが皆様のお役に一つでも立てることを願っております。また、ウェブ以外でも様々なご相談を対面でお受けしておりますので、何かご相談がございましたらお気軽にご連絡をください。お待ちしております。
それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。